中日は1日、ミニキャンプ最終日に取り組んだのは走者1、3塁で始まる走塁練習。1走がスタートを切ってからこける。1、2塁間での挟殺プレイの間に3走が生還する、奇策ずっこけ大作戦だった。1走の大島が、中島が、飛び出して人工芝の上で転がる。2班に分けた野手が走者役。リードを取った1走はスタートを切り、直後に転ぶ。その練習を繰り返した。立浪監督は、今まであんまりやっていなかったんでね、意識をつけるように、と説明した。ミニキャンプでは投手が投手に投げて犠打を決める真剣犠打マッチ、声の大きい内野手にノックを打つノッカー VS 野手ぶつかり稽古など集中力を高めて1点にこだわるメニューを盛り込んだ。企画にしてもお粗末でしょって記者の声が聞こえるような記事、よりによって中日スポーツが企画を普通に報道しちゃうところが体質なんやろ。こういう企画はごっちにすべきだと思うが、やった時は成功が求められるぞ。失敗した場合、士気も下がるし。こういう作戦的な内容が記事になるのは12球団でドラゴンズだけやで。球団はすぐに情報統制に本腰を入れるべきやぞ。笑われるのと笑わせるのは違うよタッツ。三塁ランナーも転びそう。電光石火の30冊、トリプルプレイ。立浪和義の投手に片岡篤の頭脳が加わったか、今年は強いな。ここ数年の中日の試合ぶりを見ていると、秘策じゃなくて基本を徹底した方が良いと思うんやけどな。基本ができていないのに秘策に走るとはちゃめちゃ感が出るだけやもんな。基本がしっかり叩き込まれていれば応用もできるはずやし、秘策に意識が囚われると自爆する。中日は実戦形式の練習が多いし地道な基本練習が落合の頃より少なくなっていると感じる。ボビーバレンタイン同様に、みんなでツーベースを打とうっていうテーマで戦えばいいのに、ってずっと思ってる。立浪はミスターツーベースなんやから。これ日ハムに去年やられた悔しい作戦やからね。そう何回も使えない作戦やと思うからここぞという時に使えればいいな。昨年、日ハムに移籍した軍事がサインが中日の3倍多いから覚えるのが大変っていう記事があったな。作戦の引き出しがそれだけ少ないんやろ。とにかくゲッツーやめよう。二塁を踏みに行く野球やろう。